You're listening to Shibuya Cross FM。ブラッドオレンジレコーズプレゼンツ、シンガーソングライターソングボックス。皆さんこんばんは。本日渋谷クロス FM シンガーソングライターソングボックスのパーソナリティを急遽務めさせていただきます、シンガーソングライターの児玉忍です。今日たまたま、音楽スタジオに、いたんですけど、こちらの番組の担当者から夜空いてますか、今夜空いてますかと連絡がありまして、ギターも持っていたのでそのままここのラジオに遊びに来てしまいました。どうぞ50分までよろしくお願いします。最後までお付き合いください。さて生放送でお届けしております。後ほど皆様からのメッセージをもとにコーナーもお届けしますので、ぜひご参加ください。はい、今回のテーマはじゃじゃん、伝わらない方言でございます。私大阪出身なのですが、東京にね出てきてもう何年も経つんですけど、今までいろいろ伝わらないことが結構ありました。そんな伝わらない方言、せっかくの生放送なので皆さんもぜひ参加してください。参加方法は簡単、メールで info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは 03-6416-9528 までお送りください。そしてまた、ツイッターでの参加はハッシュタグをつけて投稿してみてください。ハッシュタグはシャープブーコラジオ、ブーコはひらがな、ラジオはカタカナでございます。たくさんのメッセージお待ちしております。では早速、私の自己紹介代わりに1曲お聴きください。児玉忍でシンプル。
お聞きいただいたのは児玉忍でシンプルでした。さあ改めましてシンガーソングボックスお届けしております、シンガーソングライターの児玉忍です。今回は私パーソナリティ急遽だったんですけど、なんと急遽ゲストもお呼びしております。当日のオファーにもかかわらず心よく出演を OK いただきました、ギタリスト大城拓人さんです。こんばんは。元気出せ。元気。関西から来ました、ライブレコーディングを中心としたギタリストです、大城拓人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忍ちゃん今日は呼んでくれてありがとう本日はお忙しい中ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。いつもね、私のライブ等でサポートしてくれてる大城拓人さん、はい。今日ね、さん付けなんてちょっとね、なんかかゆいんで、ここからはいつも呼んでる呼び名で呼ばせていただきます。たっくん。たっくんね。さまざまなあだ名があって、はい、場所によってはたっくん、たくてぃ、たくてぃ、うん、あとはジョーとか。ジョーはもう関係ない。いや、大城の城や。あー、なるほどね、うん、大城って大きいに城、城、そうお城のね、お城の城ね。だからそれでそれを呼んでジョーね。そう。なるほどなるほど。さらに派生して、はいはい、キャッスルっていうすごいダサいあだ名もあったりする。キャッスルはどっから来てんの？城。なるほどね。いやもうそれもう原型がないやん。クソダサいやろしかも。そんなキャッスルですが。声大丈夫ですか？声大丈夫です。大丈夫ですか？今日は出演ねしてもらうにあたって電話でちょっと。今日急遽だったんでさせてもらったんですけども、はい、声ガラガラでいやラジオ大丈夫ってなったんですけど、それまでには何とかしていくわっていうことでなんかちょっと大丈夫そうですね。結構ねマシになってきたと自分では自負してます、ね。そんな大城拓人たっくんと、私の出会いですが、それは高崎のコンテストで群馬、ね、タゴスタジオ、ミュージックフェスティバル2016というコンテストがあって、そこで、群馬でね出会って、2人とも大阪出身なんですけど、実は大阪では出会ってなくて、その群馬で出会ってそのコンテストを機に、そして、まあ、そこで私は最優秀賞をいただいて、たっくんはギタリストベストギタリスト賞をねいただきました。いただいて、いやいや光栄でございました。本当、いやそれをきっかけにでもこう2人がなんていうかこう頻繁に、あその後だね、東京、そっから多分1年ぐらい挟んでるんでしょ。あそっか、1年ぐらい挟んでその後上京してきて、たっくんがまだ上京してなかったので、上京してきて、でその時に飲みに行ったんだよね。そうそうそう、もう一人そのコンテストで出会った人、そう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 、3人で飲みに行って、でそこで、サポートをねお願いすることになって、そうやね、ワンマンのなんかゲストみたいな感じで、そうワンマンのゲストで、でそっからたまにライブとか、サポートしてもらうことになって、もう結構やってもらったもんね。もう1年半ぐらいね、1年半ぐらいやって、先月もフリーライブでね、恵比寿のフリーライブで弾いてもらったりとかして、早速なんでじゃあその出会いの曲というか一番最初にね演奏した曲を、で私がそのタゴフェスティバル、ミュージックフェスティバル2016で、この歌を歌って、最優秀賞を受賞しました。じゃあそのたっくんにサポートしてもらい、私も弾いてちょっと準備を、よいしょ、ギター買ってん、かっこいいね、ありがとう。これラジオやから見せられへんのか残念やわ本当青色でね、青色です、バイパーブルというギターを買いまして、ラジオでギブソンのね、そうギブソンを買いました、うん、もうチューニングだけで言おうとしてるわありがとうございます。これ聞こえてんのかな OK じゃあ聞いてください。せい、鏡に映るその顔は誰だ、冴えない君は僕だ、背中に糸があった、浸しきれば
ば倒れるかい、自分を持っていると信じたいんだろう、信じたいんだろう、いつも鬱飲み込んで片隅から詰め込んでスペースを空けて逃げ場を作る。 Say 言いたいことがあれば Say 吐き出せばいいだろう、ありがとうございます。名曲やね。ありがとうございます。これは代表曲ってことなのかな。そうですね、結構代表曲になってますね。めっちゃいい曲やもんね。ありがとうございます。ぜひみんな CD 買って聴いてください。アップルミュージック入ってんの？アップルミュージックはちょっと入ってないんですけど、もう今すぐ入れよう。時代に追いついていこう。なんだっけ、あれは入っ、アップルミュージックじゃなくて、何入ってる、Spotify？ Spotify じゃなくて iTunes は入ってる。 iTunes も入ってるし、まあでも CD がやっぱりさ、盤面でさ、ジャケットとかもやっぱりこだわってるからさ。おお、さすが。やっぱり盤が、盤でね、やっぱりその一つ、まあ曲も一曲で作品やけど、うん、まあ、盤も含めてそのジャケットとかもやっぱり自分も携わって、はい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 、こうしたいとかやっぱりあるから、盤でね買っていただくのが一番嬉しいですけど、でもやっぱり何よりもこう曲をね、人に愛してもらうのが一番自分にとっては嬉しいし、励みになりますよね。やっぱこうタックも曲やっぱ作ったりするじゃないですか。作りますね。しかも珍しいんですよ、このギタリストにしては珍しくて、歌詞も書いたりとかするんですよ。あんまりこうなんですかね、歌を歌わない人は、作詞をする人はあんま少ないんですけど、タックンは
作詞もするんですよね。しかも女性が歌う曲を大体書いてることが多かったから、それすごいな。そのなんか女性に、女性目線でっていうか、そう目線になって、それは男性目線になって書いた曲もあるん。あるある、三角関係の曲とか。複雑やん。なんで、まあ、曲って大体ね、こう複雑なテーマが多いですけど、そう根がちょっと暗いもんでね。でもすごい本当にいい曲を書くんですよ。お、ありがとう、しのぶちゃんに言われるとは光栄です。なんでやねん。さあ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 、お次ちょっと行ってみたいんですけど、はいはい、ここでお便りのコーナーをちょっと行ってみたいと思いますね。今回のコーナーは伝わらない方言。伝わらない方言。私大阪出身で、タクも大阪出身なんですけど、ちょっとあ、ラジオ、あ、急遽にも関わらずメッセージをくれた方が、お、いいねいいね、ちょっと読んでまいりたいと思います。フーコラジオ、ラジオネームサクサクさん、こんばんは。急遽のピンチヒッター、お疲れ様です。ライブでも感じてましたが、とても男気のある方ですね。褒められてんのかな。それ褒められてる、褒められてるよな、これは。今回のテーマ、伝わらない方言ですが、たくさんあります。お、サクサクさんは北海道出身なのかな。北海道弁、ゴミを投げる。投げる、ゴミを捨てるって意味。ゴミを投げる。あー、でも捨てるって意味ちゃん。まあ、関西ではこれほかすって言いますよね。あー、言う言う、あれほかしといてって言うような。ゴミを投げる。え、あずましい。何あずましいって。何やと思う。悩ましいとか。え、ちゃうの。全然違う。ゆっくり広々。あずましい。あずましい。え、ゆっくりと広々って全然意味ちゃうから。ゆっくり、どっちなん。ゆっくり、ゆっくりして広々、まるまるが、ん、あずましい、これはどういうことやろうね。これちょっと後で北海道の人に聞いてみよう。これは次は、まるまるがお刺さる。お刺さる、お刺さる、まるまるは、まるまるが押してある、押してあることを、だからお刺さる。押してあるってどういうこと。だから何か押すっていうこと。押す、引くの押す。ボタンがお刺さる、ボタンを押してある。あー、こういうことね。そう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 。あー、こういうことねってラジオで言ってもしゃあないな。こう指で押すとか、そういう意味やな。そう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 、そうかな。へ、うん、北海道すごいな。北海道全然しちゃうな。他にもありますが、この辺にします。季節の変わり目ですが、体調に気をつけて活動頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてラジオネーム、キサラギさん、イエーイ。小玉さん、大城さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。2回目のパーソナリティおめでとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、伝わらない方言ということで、お膝抱っこに一票。ん、お膝抱っこ、どういう意味。猫好きな小玉さんとしては、そうそう、猫を膝に乗せてなと想像するかもしれませんが、この一見どこが方言やねんと突っ込みたくなるお膝抱っこ。あ、お膝抱っこは静岡では、うん、体育座りのことらしい。すごいな。すごい。体育座りって、でも大人になってから全然使わんけどな。これあれやん、だから関西では三角座り。あー、言う言う言う。三角座りって、でもあれ全国共通じゃないの。え、これ違うの。お膝、あかん、これもう関西の人しかおらへんから。正解出せる人がおらへん。これ三角座りって、あ、言わないみたいですね、今。言わへんねや。今あの観覧、ここ観覧できるところなのでな、あのガラス張りで、あの見てる方が言わないよってジェスチャーで教えてくれました。体育座りは、体育座りは言うけど、これがじゃあ全国共通ってことやな。あ、そうなんや。じゃあお膝抱っこは、え、言わない。あ、だからこれ、そうなんや。三角座りしときやみたいな、しときやはないか。三角座りすんねんでみたいな、こう やったな、やったな。小山さん、大城さんはどっち派だったでしょうか。これも三角座りやんね。せやな、三角座りです。お二人のライブがまた聴けるのを楽しみにしています。おありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ三角座りライブ。ダッサ。ダサすぎやろ。三角座りでライブする。
ありがとうございます。じゃあもう一個、あのシャープブーコラジオでねいただいた、タグも読んでまいりたいと思います。このブーコラジオの方来てるんかな、てか関西弁見てみよう。体育って言ったら、組体操、組み立て体操、関西では組み立て体操って言うんですよ。え、普通ちゃうの？それ普通やと思ってたんですよ。そしたらなんて言うの？組体操らしいですよ。え、なんでなん？いやだから、どういう感じなん？いや普通に組体操、組むに、組むに体育の体か。そうそう、で関西うちらでは組み立て体操だ、やのに、でなんか東京来て、あの小学校の時に運動会に組み立て体操やったって言ったら、うん、組体操やからって言われて、きつめやな、その友達。いや、ちゃうからってなっていや、ちゃうからってなって、別にどっちでもええやん。いや、組み立て体操やしって言ったら、うん、東京っていうか、その関西とか、なんかその一部のところでは組み立て体操で、あとは組体操らしいですよ。そうなんや。組体操が割と メジャーというか、まあそっちの方がでも文字数少ないから効率いいんやろうな。そう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 。でもさ、この事実絶対知らん人の方が多くない？まあ大阪の大阪の友達、今からでも伝えたいわ。組み立て体操さあ、では読んでまいりたいと思います。赤いカラスさん、伝わらない方言とは少しずれますが、マクドナルドみたいに地域によって呼び方が変わるのありますよね。この間、見た舞台では伴奏校の呼び方の違いがちょいネタで入っていました。伴奏校、バンドエイド、あ、バンドエイド、バンドエイド。これ関西だけやんな。いや、これはでもメーカーちゃう。バンドエイドと、そう、バンドエイドって一律してそれじゃないの？メーカーでバンドエイドがある。メーカーでバンドエイドって多分あるんやと思うで。伴奏校、伴奏校。お次いきますね。エビスマンさん、東京に来て間もない頃、従業員から聞かれた言葉、店長これどうすればいいですかに対して、あ、それほっといて、しばらくして見てると放置されていた。そうか、方言なのか。うんうんうん。そう、関西の人はこれほっといてってね。これあるな、よくある。捨てといてって意味やのに、ほっといてよね。なるほどね。ほかしといてっていうことやねんけどね、うん。関西人、ほっといて、ほかしといて、捨てておいてなのだが、標準語ではほっておいてになるのか、放っておくってね、まあ、ややこしいな、これ伝わりづらいな。そらしゃあないわ。でもほかしといて、これはあかんな。これはさっきも話題になってましたけど、北海道では投げといてやから、投げといて、ほかしといて、ほっといて。その子投げたらおもろかったのよな。なはい、そんな感じで皆さんありがとうございます。ブーコラジオ、まあ、関西はね、私一番びっくりというか、直しといてが結構やっぱり、あー、そっか、あ、これその元に戻すことを、これ直しといてっていうのに、直すってどういうことみたいな。そっか、前はその扇風機を直しといてっていうことを、それを直すってどういうこと、扇風機壊れてんのみたいな言われて、いや、ちゃうって、直すねんってって言ったら、だから何ってなって、元に戻すことを、そうやんだ、そう、直すっていう。関西では、関西そういうの多いんかな、やっぱり。うん、あとなんかその、全然方言とかじゃないけど、やたら関西の、そのうちらの世代の人は、あとバリってめっちゃ使う。あ、バリ使う、バリうまいやんっていう。あ、言うめっちゃ言うわ、それ。バリうまいやんっていうのを結構使いますね。バリかっこいいが多いかな。あー、そうそう、バリかっこいいとか、バリをやたら使うのに、なんかバリってどういうことって、あの、言われた、その上京したばっかりの時に、いや、バリって何って言われた。東京の人はバリって言わんの？は、言わへんかな。言わへん、言わへん。もうみんな、あ、そうなんや。みんなここで渋谷のクロス FM 見てる人、みんな首振ってるわ。言わへん、言わへん。いいリアクションしてくれるな、めちゃめちゃ。ありがとう。あと、めっちゃね。めっちゃはまあ、わかるわ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これもバリと一緒ですね。バリと一緒やけど、大阪人、あの、誇張して何かを言いたがる癖あるからな。めっちゃ、これめっちゃって使ってたら、私、おばあちゃんの田舎が島根なんですけど、島根のおばあちゃんが、あんためっちゃ言い過ぎやろって言われて、めっちゃ言うやんっておばあちゃんに言われた。じゃあ、微笑みの爆弾作った人、はい、あれ関西人なんかな、じゃあ。めっちゃめっちゃ
れやな、作詞した人は多分もう関西人やね。ああ、きっとそうやろな。めちゃめちゃそういうことにしとこう。そうやそうや。じゃあそろそろもう一曲歌えますか。じゃあたっくんのチョイスで何か。私全然これたっくんに放送中決めてって言ったから。そうやね、さっきその2人の馴れ初めみたいな話したから、うんうん、一つあのしのぶちゃんの曲ですごい思い出に残ってるのがあって。え、何？一回あの関西で一緒に大阪でライブしようってなって、ライブした。で、あの東京から大阪に向かった時あったやんか、うんうんうん、だあの時ちょっと個人的に落ち込んでる時があって、うんうん、で夜行バスでこう音楽聴いてると、うん、まあこう夜行バスってめっちゃ入ってこへん、こう静かな環境で聴いてるとなんか歌詞めっちゃ入ってくるやんか、うん、やっぱ暗いとね。そう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 。でしのぶちゃんの曲聴いてて、ともえっていう曲があって、おで、あのいつもサポートするときってだいたいコード、うん、まあ演奏するために聴くからあんまり歌詞って聴かんねんけど、うん、そのともえに関してはその夜行バスですごい入ってきて、わお、寝る前にめっちゃ泣いて、隣の人がこうハンカチ差し出してくれてほんまにめっちゃ情入ってるやん。そうぐらいこの曲が好きやったから。嬉しい。そう、まああのセイもね、そんなことあったんやん。うん、そう、そんなことあったのよ。すごい友達の歌が好きなのもあるけど、特にこの曲はいいっていうのがあって、まあいっぱい名曲あるけど、しのぶちゃんの中で一番大好きな曲ということで、トムエをやりたいです。ありがとうございます。はい、じゃあね、もう本当打ち合わせ一切してないからね。じゃあどうしようか、頭は引きます。はい、お願いします。じゃあ小玉しのぶでトムエ聴いてください。喉の奥に使えたまま、誰にも言えない痛みも、君のことを思っているよ。遠くにだって頼ってよ。残らず聞くから弱さを隠さないで。
がとうございます。ともえでした。おー、 Thank you、 ありがとう。 Thank you、 ありがとうございます。このね、透明でガラス張りで無料観覧できるようになってますので、皆さんが聞いてくれました、ありがとうございます。ありがとうございます。たっくんのリクエストから、小玉しのぶでともえでした、ありがとうございます。ぜひ皆さん CD を買ってください。宣伝してくれるやん、ありがとう。お、これはあれだな、ん、もう一曲歌っちゃう。お、何がいいかな。あ、でもさ、そうだ、たっくんの、はいはい、いつもこれ大体ゲストってシンガーソングライターの方が出てくるんですよね、シンガーソングライターボックスっていう。まあそうやな、ね、まあ、私今回ね、あのそれも考えたんですけど、なんとなくこうたっくんと一緒に出れたらなんか楽しい、面白いやろなと思って今回たっくんを呼んだんですけど、ありがとう。でもたっくんってギタリストやから、そのなんていうの、自分で歌を歌うわけでもないし、次のライブがどこどこですみたいなのもないやん。せやな。だからちょっと即興で即興でギタリスト、やっぱ弾いて宣伝がいいかなと思って。何の宣伝かようわからんけどな。俺できるでって言ってるようなもんやろそれ。そうや、だからそれで宣伝すんねや。いるそのタイム。いるやろ。そう、ありがとう。でもたっくん普段こう即興ってあんまやらへんやん。まあ二人ではな。そう、うん、だからこの踊りに彼が乗せていくと、何のメロディーを乗せるか、これ私の恋の定義って曲なんですけど、めっちゃ自由やなこのラジオ。はい、カモン。
ちゃ伸ばすやんと思ってめっちゃ笑ってたもんありがとうございます。お聞きいただきました、小玉しのぶで恋の定義スペシャルロングバージョンでございますこれ何分ぐらい歌ってたんやろ。これ分からん。これいつまでも歌ってられるからな。いやいつまでも歌ってられても困るわな番組終わるわっていうなギター殺しの曲ギター殺しでさあさあさあ告知はほんまに大丈夫？告知は一切ありません。そっか。大城拓人でツイッターフォローしてくださ い。ぜひぜひ皆さん本当にあの彼のたまにギターをね弾いてるのを上げたりとか、あせやね、ツイッターに上げたりとかしてるのでぜひ、気になる方は、大城拓人大きいに白、白に、キャッスルの白に、はい拓人大城拓人でそう、検索したら出てき何かと出てきますね。はい、何かと出てきます、何かと出てき私も、小玉しのぶもいろいろ何かとねツイッターやってますので、ぜひホームページがありますのでそちらにすべて、まとまっているので小玉しのぶ小さいに、玉玉にひらがなでしのぶで検索すれば出てきますのでぜひそちらを見ていただけたらなと思います。さあじゃあこれなんか来てへんのかな、ブーコラジオ。そうちょっとじゃあブーコラジオをもう一回見てみますか。ちょっと読むの早かったからね、読むタイミングが。ブーコラジオメール来てる？来てなさて。来てないんかい期待さしといて何も来てなかった。どうしてくれるすいませんでしたどうしてくれるんや。放送事故や放送事故やでじゃあせっかくなんで、へい、もう一曲やりますかね。せやね。なんかいつも私一人だとね、結構せっかく今日は私の曲を一緒にできる、キャッスル君が来てるので、キャッスルで、タックンが来てくれてるので、せっかくだからもう一曲やりましょう。はい。何がいいかな。楽しい曲？せやね。これはあれかな、何の打ち合わせもしてないけど引き出したら勝手にタックン入ってくれるやつかな怖いな。何の曲やるんやろ、何の曲やるんやろ。これ知らずらしく言ってますけど本当にわからないですからね僕何来るんやろって結構不安ですから。しかもあの突然言われたんで、あの楽譜とかもねいろいろあるんですけど今日一切持ってきてないんで、全てその記憶で中で今弾いてますからねそう、ワンツーワンツー。力
臓に悪いわ。こだましのぶで、即興というかいきなり境界線でした境界線超えたわほんまに境界線超えたな、このタイトルがね、あの境界線というタイトルなんですけど、完全に今もう境界線、サビのね、歌詞の境界線を越えて ね、 そうね、すごい景色が見えたあの境界線を越えてすごい最高やん、みんなこの曲聴いて境界線越えよういやーよかったわ、新しい自分こんにちはって感じすごい新たな自分に出会えた本当よかったあ、そういえば新しい自分に出会えるっていうそういう曲も最近できたんだな、でももう時間がないや歌いすぎやまたね、その曲が気になる方はまた児玉しのぶのライブに来てください、ね、ぜひお願いします。いい、大城タクト、ね、大城タクト氏と一緒にぜひぜひお願いします。お会いできるの楽しみにしてます。楽しみにしてます、ありがとうございます。じゃあもう終わりになってすごい悲しいんですけど名残惜しいんですが、ゲストとお別れの時間がやってまいりました。あ、別れたくないでは本日のゲストは大城タクトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。シンガーソングライターソングボックス、ゲストに大城タクトさんをお招きしてお届けいたしました。さあだいぶ今